はい、次大問2番ですね。スズメについて話していますよ。で、まあこのスメズメのね、まあスズメ自体とかスズメの巣なんかをね考えてるわけだけれども、チュン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 、ああスズメだねと、うん、スズメっていうのは身近な動物ではあるけれどもね、スズメ派とカラスなんかはねよく見る鳥じゃないでしょうか。だけれども意外とねマジマジと模様なんかを見たことはないかもしれないね。はい。で、スズメの色や模様には何か意味があるのかな。スズメの模様は天敵から身を守るための保護色になってるんだよね。うん。で、まあ、ここら辺のね問題1ではスズメの模様として正しいものを選びましょうとありますけれども、まあ実際スズメ、まあスズメの模様とかね知っててほしいけどね、身近にいる鳥ですからね、よく観察はしていてほしいけれども、知らない人でもこの会話文中のね保護色、ここら辺のね言葉に線を引っ張って、これはキーワードだなって思って、これをヒントに答えられるんじゃないでしょうか。またほとんどの鳥は人間のいる環境を嫌って自然の中で生きているんだけれども、スズメは人間が生活していないところにいないんだよ。つまり人間のいるところにスズメがいる、人間のいないところにはスズメはいないと、うん、その割には人間が来るとスズメは逃げるよね。なるほどね、うん、人間が生活している環境にはスズメの天敵はいないからだよ。天敵は人間を嫌って人間の近くには来ないから、その天敵を恐れるスズメは人間の近くで住むと安全だということですね。だから巣の中のスズメの親鳥やヒナやなんとかは狙われなくて済むのね、うん、まあこれも、まあ、国語の問題みたいな感じですけれども、会話文をヒントに考えてください。ヒントは、まあ、巣の中に入ってるってことですから、巣の中のヒナやなんとか、巣の中に入ってるのはヒナや卵でしょうね。ということで、まず問題1は保護色とあるから、上から見て保護色になるのは、まあ、土の色ですよね。で、下から見て保護色になるのは、まあ、光ですから、まあ白い色の方が目立たないでしょう。ということで、うん、頭と背中が茶色くてお腹が白い、あここら辺がねスズメになるんじゃないかなと思われますよね。問題には卵が巣の中に入ってるんですから、ヒナや卵ですよね。こんな風に考えてみてください。はい、次問題3ですね。どんどんいきましょう。会話文ちょっと見てください。スズメはまあいろいろ人間が作ったものの中に巣を作ることが多いんだよ。スズメは東京あたりだと2月頃に子育ての準備を始めて、3月頃に巣作りを始め、4月下旬に卵を産んで、5月上旬に孵化をするんだ。で、毎日ヒナに田畑や空き地などから取ってきた餌を与えて、5月下旬にはもうヒナは巣立っていくんだよ。ということで、まあ、5月上旬に孵化をして、5月下旬にかけてヒナは巣立つ。ということで、5月上旬からね、5月下旬、まあ、このね、5月中というのは、ヒナが生まれてからの子育ての時期というふうにね読み取れますよね。で、じゃあ問題3見てみましょう。グラフの5月から7月までの間に親鳥が食べた餌の個数が減っている理由を考えて説明しましょう。グラフを見ると、まあ1年間の餌の個数が1ヶ月ごとに書かれていて、そうだね、5月から7月あたりはぐっと減っている、うん、これが何でかなということですよね。ええ、で、まあ、考え方としては、餌が減ってる、親鳥がの餌が減ってるということは、親鳥が取れる餌が減ってるっていうことか、もしくは親鳥は餌を取ってきてるのは変わらないんだけれども、それを誰かにあげちゃったから自分が食べる量は減ってるのか、まあそのどちらかだというふうに考えられますよね。で、まあこの会話文のね文脈からして、おそらく5月から7月っていうのはこの親鳥がヒナを育ててる時期にかぶっていますよね。ということで、なるほどね、
子供が生まれたことで、子供が生まれたからといって取れる餌がね増えるわけじゃないですよね。別に子供が生まれたからってスズメの親鳥がね、なんか子供手当だとか言って餌をいっぱいもらえるわけじゃない。餌の量は変わんないから、その分ね自分の食べる量を削んないと出せないわけですよ。だからまあこんなところでいいんじゃないでしょうか。スズメは5月から7月にかけて子育てをするということがね会話文から読み取れるけれども、その際にその時に親鳥は取った餌の一部をヒナに分け与えているので、全部取ってきたものを全部食べられるわけじゃないと。その一部をヒナに分け与えているので親鳥自身が食べる餌は減ったと考えられるということですね、うん、おそらく親鳥とヒナ食べた餌を合わせればトータルはね意外と変わらないのかもしれませんね。こんな風に考えてみてください。会話文をヒントにするというのはここでのポイントでした。よろしいでしょうか。はい、次問題4ですね。ここ最近スズメの数がどうも減ってるらしい。でそのスズメが減った理由としては、スズメがね住む場所が少なくなっている、またスズメの餌が減っている、こんな理由が考えられますよ。さて問題ですけれども、スズメの餌が減っている理由というものはどういうふうに考えられますかってことですけれども、これはね会話文をヒントにしてください。会話文にはスズメが減った理由が書かれ、まあ詳しく書かれていますよね。住む場所が減ったとか餌が減ったとかね、うん、でそこから餌が減った理由っていうのを同じように考えてほしいんですよ。どういうことかっていうと、スズメが減った理由っていうのは住むところがなくなったとか餌が減ったとかですよね。でまあ同様にスズメが餌とする生物も住むところがなくなったり餌が減ったんじゃないか。でスズメの餌って何かっていうと、まあ、昆虫類、雑草、穀物、こんなのが挙げられてるよね。でまあまあ動物も植物も入ってるんだけれども、この人たちが住むために必要なもの、まあ、スズメで言えばこの隠れ家だったり餌だったりだよね。っていうものは何かって考えたら、まあ土とか空気とか水とかだよね。でそういったものはなくなったんじゃないか、うん、例えば住宅地が開発されると地面がね、土の地面がこうコンクリートで覆われたりするよね。でそういったアスファルト舗装されたりするとスズメの餌となる生物にとって環境は不利になる、うん、まあ土がなくなっちゃうわけだから住むところはなくなっちゃうよね。そういったまあ住むところがなくなるから餌も餌となる生物も増えにくい、生きにくくなったんじゃないかな。こんな風にね考えてみてください。考え方のコツとしては、会話文中に明らかに書いてあるスズメが減った理由というものから、明らかには書いていない餌が減った理由というものを同じように連想するということですね。よろしいでしょうか。